ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。はい、交流戦の3連戦を振り返るの時間になりました。はい。なんか恐る恐る声出してるね。大丈夫か。まだ本調子じゃないですね。そうやな。はい。はい、なんだ、まあ、ちょうど折り返しだな。そうですね、はい、ちょうど6カードの半分の3カード終わりました、ね、どうなりましたでしょうか、まあ、ねえ、いろいろあります。いろいろあるな、はい、本当にいろいろある ね, え、ね、やっぱりちょっと交流戦はちょっとね、くせもんですね。まあ DH がなかったりあったりだとかね、まあいろいろあるから、うん、まあそれに伴ってまあいろいろあるかもわからないけどもね。はい、はい、看板やちいちゃんよろしくということで、はい、よろしくお願いします。はいはい、はい、こうなりました。はい、ということで、はい、今回はセリーグのホームグラウンドでやりました、はい、DH がないよ。ないですね、はい、はい、ということで、パリーグのピッチャーをね、打席に立たなきゃいけないというような状況です。はい、はいはい、まず巨人対ロッテは巨人が2勝1敗の勝ち越し、はい、広島対日本ハムは広島が2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、中日とソフトバンクはソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルトと西武はヤクルトの3連勝、はい、はい、阪神と楽天は楽天の3連勝、はい、はい、DeNA とオリックスはオリックスの2勝1敗の勝ち越しです。はい、はい、ということで、うん、まずは巨人対ロッテ、はい、ね、巨人は山崎より堀田、井上と、はい、でロッテは小島、種市、西野というね、うん、ことで始まりましたが、まあ、1戦目、うん、ね、18対2なんかね、すごい試合でした。すごい試合だったけども、3回に9打者連続安打、うん、まあ、1イニング12安打、うん、で得点は11点、すごいね。まあ、この回でもう本当に終わるんだけども、何があったんでしょうね。ねえ、うん、でまあこの試合でね、うん、目についたのがヘルナンデス、うん、まあ、3安打3打点、はい、で岡本4安打4打点、うん、で立岡4安打4打点、はい、でね、この中でやっぱ立岡のバッティングだな、うん、いや、やっぱ阿部監督が得点圏打率もう常に言ってるんだけども、うん、でもそれはセンターから反対方向に打った方が確率的には上がるよっていうようなことを言い続けててね、うん、でこの試合の前から、いや、もうちょっと振っていこうよっていうような話をしたらしいんだけども、うん、まあだけども立岡っていうのはセンター返しから反対方向にまあタイムリーを打っていって、うん、まあ4安打4打点という、でずっとやっぱこう立岡がいい感じで活躍してくれるんだよね。もう毎回お名前聞きますね。聞くよね、うん、いや、だから非常に心強い選手が、うん、まあ、戻ってきたということと、いや、ヘルナンデス、うん、まあ、3安打3打点、まあ、非常にやっぱこうコンスタントに打つというかね、うん、で広角に打てるから率は残ってくるだろうなっていうような感じがするよね、うん、この時点で4割1分より、そうなんだよ、うん、で、まあ、一方ロッテの方、はい、ね、まあ、小島にはちょっと気の毒だった、まあ、シーンがいろいろあるんだけども、うん、まあ、DH が使えない分ポランコがレフトに入ってるんだよね、はい、でもう微妙なあたり、うん、まあもうちょっと足の速い、もうちょっと判断力が速い選手だと全部取ってるかなっていうようなあたりが全部落ちたんだよね、うん、ね、ちょっとそれで打球の処理もねちょっと時間かかってしまう、うん、だからポランコは何にも攻められないんだけど、うん、自分の中で一生懸命やってたし、うんうん、飛びついたりとかね、うん、いろいろ見せてくれてたから、うん、それはそれでも仕方ないんだけどもさ、はい、まあこういうところがやっぱこう DH を使えないね、まあ、リスクがロッテにはあったなっていう、もうちょっとはっきり出てしまったかな、まあ、そうだね、っていうところですか。でね、もう本当にね微妙な当たりが全部飛んでいくんだよねだちょっと気の毒だったなという一戦だった、うん、ね、これは3回に9打者連続安打、ね、ね、1イニング12安打という ね、まあ、これで勝負が決まったという、はい、いうことでした、はい、で2試合目、うん、ね、4対3ロッテ、はい、これは僅差でした ね、はい、うん、この試合はね、やっぱ谷市が非常に好投しました、うん、はい、ね、8回124球4安打9三振、まあ、3四球無失点というね、うん、まあ、4回、はい、ポランコ高野を置いて、まあ、ノーアウトランナー1、2塁から、うん、まあ、外がライトスタンドにスリーランホームラン、うん、だから強引に行かないんだよね、うん、外がこう打てる方向に対してしっかりこう
腕が伸びていくというかさ、まあ非常にこのスリーランがまあ効いたなというね、はい、あの感じがするんだけども、うん、で巨人は9回、はい、まあ、3点を返すんだよね、うん、まあ、大城のタイムリーだとかいろいろありながら、うん、まあ、ヘルナンデスが増田の、低めのスライダーをセンター前に持っていったりとかさ、うん、まあ、非常につなごうという意識も高いしね、この3点っていうのは、まあ、次の、まあ、だから今日だよね、はい、につながってくるかなっていうような、うん、まあ、3、この日もヘルナンデス3安打ということで、まあ、非常に心強いよね、うん、で、まあ、空中戦になって、まあ、外がね、はい、まあ、スリーランを打つということで、うん、まあ、この3点というのは非常に、まあ、種市の出来からすると、あ、巨人打線にとっては重かったなというね、うん、まあ、スリーランにはなったよね、はい、でヘルナンデスの打率が、まあ、先ほども言ったけども昨日の時点で4割4分1厘というね、うん、まあ、非常に高打率を維持してるというね、うん、まあ、非常にいいね、日本の野球に合ってるのかも ね、はいはい、で今日の試合7対4、うん、巨人、ね、嬉しい出来事というか、うん、まあ、巨人にとっては非常に収穫のあるゲームができたというかね、はい、で大城が久々のスタメンマスク ね、うん、まあ、どうなるかなっていうね、うん、で組んだピッチャーが井上という、まあ、若いピッチャーで、うん、これをやっぱどういうふうにリードしていくかっていうところにも注目をしてたんだけども、はい、まず2回、うん、ワンアウト1・2塁巨人の攻撃ね、はい、から大城が先制スリーラン、ね、バットをねちょっと短く持って、うん、コンパクトに振って、まあ、スリーランで、まあ、援護点を与えると、うん、で4回今季1号ですね、今季1号もう当然今季1号、ね、ファームではね1本打って、はい、それでこう上がってきたんだけどもね、うん、で、まあ、4回は2アウトから、はい、立岡がエラーで出塁、うん、ですぐ盗塁をして、はい、で直後大城がセンターにタイムリーヒットという、ね、これ1塁空いてるからロッテの方は申告敬遠しないのかなっていうふうに、ん、次は門脇だったんだよね、まあ、門脇のバッティングっていうのは今あまり良くないから申告敬遠されるかなと思ったら、うん、いやそのまま勝負行ってセンター前、はい、でこれで4打点だもん、ねえ、うん、今日の大城3打数2安打4打点というね、うん、スタメンでね、いやー良かったなと思うよ、大活躍です、そうだね、うん、でやっぱりね、小林もずっと試合に出てないし、うんうん、まあ、1年間耐えきれるだけのスタミナはなかったと思うんだよね、うん、で岸田もやっぱその代わりずっと出るとやっぱスタミナ切れを起こすという、うん、やっぱなんていうの、大城ずっとレギュラーで出てたからね、はい、やっぱこの人が戻ってきてくれた、また活躍してくれたっていうのは今後の巨人にとってものすごく大きいし、うん、一番ホッとしたのは大城でも何でもない阿部監督だよ、なるほど、やっぱね待ってたと思うよ、うん、使い方というのはねいろいろ賛否いろいろあったけども、でもこうやって大城が戻ってきて活躍をしてくれる、うん、ね、今後にやっぱつながってくるよこの大城は、ね、もうなんか2軍にいた時点でえなんでっていう、ね、まあ、そうだね、状況でしたから、そうだね、うん、で大城がこういるとさ、はい、やっぱこの一発で勝てるというね、うん、まあ、そういう試合も出てくるだろうしさ、非常に良かったなと思ってさ、はい、まあ、ちょっとあんまり関係はないんだけどホッとしたというかまあ関係ないって言ったらいけないけどなんか巨人をこう見ててなんかホッとした、何かがちょっと言うところはここだったのかもしれないですかね、まあ、そうだね、はい、で井上、うん、6回3分の2、うん、ね、114球8安打6三振、うん、これが良かった、無四球、はい、まあ、三振点はしたものの、うん、まあ勝ち投手という ね、まあ立派な勝ちですよ、2勝目、うん、だからこの前の、完璧のね、うん、完璧なその中継ぎ、はい、リリーフをここに生かしたね、うん、だからもう次もチャンスがあるよ、はい、ね、でロッテは7回、うん、外が3点タイムリーを打って、うん、まあ、一気に4点を返すんだけども、はい、まあちょっとこの巨人の最初の18対2から始まったゲームね、うん、種市がよく抑えたよ ね、
まあ、だけど9回に3点を取り、今日につや、つなげた巨人、で大城が活躍する、もう本当にね、収穫の多いね、このロッテ戦だと、巨人はね、まあ、いっぱいはしたけどもね、だけどロッテの方は小島、種市、西野、これで1勝2敗っていう負け越したら、まあ、ちょっと計算狂ったね、これはね、そういう3試合でした。はい、で次広島、2勝1敗で広島で、広島は床田、森下、栗、で日本ハムは北山、伊藤、鈴木健也、はい、ね、1試合目5対0日本ハム、この1試合目見たら日本ハム5対0、勢いやっぱあるなっていうような感じがしたね、まあ、それと広島がちょっと苦しんでるなっていうような感じがした、その試合で北山、5回86球2安打、2四球無失点という ね、でね、日本ハムの余裕を感じるなと思うのが、この北山の次に投げたのが2番手で投げたのが、田中正義なんだよ。これは配置転換ということではない、まあ、可能性はあるな、ちょっと試しっていうかさ、まあ、早めのイニングで使ってみてどうなのかなっていうような、まあまあそういうこともあったと思うし、まあ、DeNA 戦で2試合ね連続でちょっとやられてるケースがあったから、あの2番手で、6回から使ったけどもね、で3番手にザバラ、この田中正義を配置転換する中で、ザバラっていうのがやっぱ抑え候補になってくると思うんだよ ね、だからまあ配置転換っていうことも考えてるのかなというね、感じもするし、まあ逆に言えばいい方を使おうかなっていうような、まあ柔軟性を持たそうかなっていうような感じがするんだよね、だから非常にこう1試合目5対0余裕があるなという、で14安打で5点、ね、タミヤ、万波、水野、こういうところがいいね、いや本当にもうタイムリーは打つわ、ね、つながるわ、もうなんだか5番6番7番ね、今タミヤ、万波、水野ってなんかスター選手になってきています、皆さんなってきたな、本当なでね、広島の方に目をやると、やっぱこれはね、こう連勝とか、状態がいい時っていうのは必ず名前を聞いたのが秋山と小園なんだよね、この2人がちょっと止まってるんだよ。なるほど。ノーヒットで終わってる、まああれだけ、まあ、5月ね活躍したから、あの疲労っていうのはあるにしても、やっぱこうチームを支えていかなきゃいけない2人だからね、止まったらダメだねこれは ね、まあ、頑張らないと、で2試合目、はい、この、試合で北山投手が4勝目ですね。そうだな、はい、北山投手を押してるもんなそうです、そうだな、はい、私はね、はい、はい、で2試合目は森下対伊藤で6対0、広島、反対になってしまいましたね。そうだね、で森下が非常にやっぱり良かったね、8回115球5安打、5三振、やっぱ無四球無失点なんだ、無四球なんだよね、でこの試合で秋山が先制ホームラン、先頭打者ホームラン、で小園が3安打、やっぱりこの2人ですか、やっぱこの2人だな、この2人がやっぱりねこうやって名を連れると、やっぱこう打線のつながりというか、あのそういうものも感じるし、1番1番とか3番1番を秋山がほとんど打ってて、まあ、小園が3番打ったり 4番打ったりとかしてるんだけど、やっぱこうつながってくるよね、でこの試合で田中康介が2本の犠牲フライで2打点を挙げるんだけども、あの非常に田中康介もあのホームランからね、同点ホームランから、非常にバッティングっていうのはいいね、状態がいいね、なるほど、だからまあピッチャーと野手が、まあ、非常にいいバランスでね、できたゲームかなっていうふうに思うね、で日本ハムの方は4番5番にがノーヒット、これはあのマルティネス・タミヤ、これは広島の秋山小園に匹敵するというか、まあ、この2人が止まると、まあ、どうしてもこう点になってこないなっていうふうには思うよね、はい、で3試合目、3対1広島、
鈴木健也、変則なんだけどさ、はい、初回末金のツーランで先制、うん、末金はねあんまり変則とかあんま関係ないねいやいや高橋礼からもホームラン打ってるし、うん、はい、意外とね右バッターでアンダースロー好きな人いるんだよ。本当はね左がね打たなきゃいけないってよく言われるんだけど、うん、一緒にやった田代さんなんかはアンダースロー大好きだったんだよ。なんでしょうかね、タイミングもうね、こっからカーブ来たらまず 100% ホームランできるって言ってたんだよ。それは何、やっぱね、なんかねこう軌道が自分の打てるところに入ってくるんだろうね。そこにきっちり入ってきてくれる感じなんですかね。だから末金もそんな感じなのかなと思って、うん、まあ、先制ツーランで2回には秋山が犠牲フライで追加点という、うん、まあ、この3点を栗が守っていくわけだけども、はい、栗7回、うん、101球4安打、3三振、うん、ここも無四球なんだよ ね。この試合は広島の投手3人投げて全員無四球ですね。そうなんだ、うん、で1失点というね、はい、で、まあ、日本ハムと戦う時に、うん、まあ、無駄に四球を出すと足の速い選手とかいろいろ絡めてくるからね、うんうん、だからこの無四球でいけたというのが無駄な失点をこう避けられたかなっていうね、うんうん、まあ、そんな感じがするよね、はい、でこの日日本ハムは水谷、田宮、野村のクリーンアップを組んだんだよね、はい、で3人で4安打1打点、うん、ね、まあこの若い人たちがこうクリーンアップ組んでも一応仕事はしようとしてるんで、仕事をしようとっていうか仕事ができてるんだよね、一応の形を作ってる、はいはい、そうですね、だから誰が打ってもどこを打っても、うん、まあ日本ハムはこうつながりを感じるし、はい、まあたまたま今日はね1点しか取れなかったけども、うん、なんかまあ次へつながるなというね。今日マルティネスを休ませたのかどうかわかんないけども、うん、まあ代打で出てきたけどもね、うん、まあちょっと休養を与えたのかなという感じはしたよね。はい、はい、で栗は勝てた、うん、ね、ね、なんかこうスッと勝てたような試合だったね今日はね。ね、この間一勝してからそうはね、ちょっと流れが変わってきたな、ね、変わったかな。で2勝目かな、はい、はい、まあ栗がこれからね、勝っていかないと、うん、それと広島っていうのはこうちょっと疲れが来てたけども、うん、日本ハムに対してまあ2勝できた、うん、で調子のいいちょっと乗ってる日本ハムに対して2勝できたということは、はい、これからやっぱこう広島っていうのはまたちょっと上がってくるかなという感じがするね。うん、はいはい、はい、次です、うん、で中日、ソフトバンク、はい、高橋宏と、うん、小笠原柳、はい、ソフトバンクは有原、大関、東山、うん、ねえ、初戦3対2ねえ、ねえ、ソフトバンク、はい、4回細川タイムリー、うん、で山本の犠牲フライで、まあ、逆転するんだよ、まあ、1点取られててね、うん、で4回に2点を取って逆転するんだよ、はい、で7回にはワイルドピッチで同点される、うん、ねえ、まあ、プレッシャーなのかどうかわからないけどもさあそこで叩きつけるかなっていうような、うん、まあ、感じの同点劇だったんだよね、はい、でね問題はねこっからなんだけども8回、うん、はい、ワンアウトから福良が一塁にランナーいてね、福良を自由に打たすんだよ、はい、うん、いやーこれ同点でバントして次は細川、うん、で細川歩かされても中田翔、うん、いやなんで送らなかったのかなって自由に打たして、うん、で福永が自由に打たしてツーアウト、うん、ランナー一塁、細川の時に岡林が盗塁するんだよ、うんうん、でそれも追い込まれてるんだよね、うん、でやっぱランナー一塁の時と一塁ベースが開くとやっぱ打者の考え方って変わるんだよ、うん、いや俺タイムリー打ってるし歩かされるかなって、そしたらボール気味の、まあ、ボールで勝負してくるのかな、フォークとかね、うん、で考え方がすごく変わってしまうんだよ、うん、だから、まあ、非常に細川三振取られたんだけど、うん、この攻撃っていうのがちょっともったいなかったかなという感じがしたよね。この盗塁のタイミングってことですか。盗塁のタイミングも遅すぎるんだよ、うん、いや最初から走ってくれればさ、うん、相手だって考えるし、うん、で
あのいやセカンド行ったらセカンド行ったなりの配球の読みってあったと思うんだけども、うん、走るにしても遅すぎる、4球目に走ってるから。なるほど。で9回、うん、ソフトバンクの攻撃、はい、でワンアウトから尾形にフォアボールを出すんだよね、うん、あのピッチャー変わってますね。ピッチャー変わっててね、うん、で2球目、あ、はい、マルティネスに変わってるんだ。そうそうそう。でフォアボール、はい、で2球目に盗塁なんだよ。で今宮はその時に何をしてたかってバントの構えをしてるんだよ、はい、だからバントやりますよという隙を見せながら尾形に走らせてんだよ、はい、これ2球目に走らせてんだよ、うん、でマルティネ、あの今宮は三振で栗原、はい、栗原はもう返すだけだよね、はい、でセンター前にタイムリーを打たれる、うん、あれと思ったし、守備位置がマルティネスが投げてるの前進してないんだと思って、うん、外野手が、うん、普通の定位置にいて前に落とされてるんだよ、うん、いやマルティネスで頭越されたらもうしょうがないじゃんって、前進してて、うん、もう抑えのエースで12球団ナンバーワンの抑えのエースが投げてんだから、うん、なんで前進しなかったのかなっていうのがちょっと腑に落ちなかった疑問だったな、うん、ちょっとあの外野手出身の解説者と一緒に見てたんだけど、うん、言ってた、あれなんで落ちちゃうのって、前進してなかった、うん、まあ、そこら辺がねちょっとね勝負のあやとしてちょっともったいなかったかなっていうような感じがしたね、うん、このねまた僅差の試合というかね1点差で結局ね、だからマルティネスだからもう前進で良かったと思うけどね、うん、マルティネス以上のピッチャーいないから、うんうん、はい、はい、で2試合目は5対1、うん、ソフトバンク、うん、2回に先制、ね、海の、ね、はい、タイムリー、はい、で3回、これがちょっと問題なんだよね、3回ゲッツーが取れないんだよ、うん、ここでね高い位置でバックトスしようとしたらちょっと引っかかって遅くなって一塁がセーフになったんだよ、はい、そしたら次とか、まあ、エラーが重なって、うん、で近藤、柳町、広瀬の3連打で、まあ、一気に4点取られたんだよ、うん、ね、ね、うん、ゲッツーのこのね高いところのゲッツーって肘が下がってるとトスしにくいんだよね、うん、逆に高いところでバックトスしようとしたら肘上げとかないといけないんだよ。そうするとこの場合は上げとかなきゃいけない、肘上げとけば正解だったって。いやでもちょっと握れてなかったな、うん、だからちょっとね、うん、ここら辺のねちょっとしたプレーなんだけどそっから4失点するんだから、うん、でまたおまけにそのセカンドゴロエラーして、うん、ピンチが広がって押したらもう許してくれないよね、近藤、柳町、広瀬の3連打って、で4点、うん、だからもったいなかった。これ小笠原が投げてて、はい、援護点があるかなっていうね、うん、いつも援護点ないからさ、そしたら今度はお前守備で足引っ張られたっていう、ね、で小笠原は5回5失点、うん、でも自責は1点に抑えてんだよね、うん、だからもったいないなと思って、はい、ただその大関は5回73球4安打6三振無四球無失点という、うん、うん、ね、あね、小笠原投手はフォアボールが2つとデッドボール1つっていうのもちょっとでですか、まああるけど、うん、まあだけど自責は1だからね、うん、まあじゃあね、うん、もったいなかった、なかなか、ね、ちょっともうちょっとしっかり守ってやらないとね、うん、というようなゲームでした。はい、はい、で3試合目、うん、3対0中日、はい、ね、勝ちました、勝ちましたね、ビシエド1号あーホームラン、うん、4回にソロホームランで先制という、はい、もうほんとビシエドのホームラン久々だよ、うん、ね、それも右の方向にね、うん、あの打っての先制だったけども、これは投手交代した直後ってことですかね。そうなんだよ、東山がね、うん、腰のところにね打球当てたんだよね、うん、それで3回まあ3回まで投げ切ったんだけど、うん、まあ降板したね、うんうん、まあその後ベンチにいたから、うん、まあ、大事には至ってないと思うんだけども、うん、
まあ、ちょっと外側の方にとってはアクシデントがあったんで、うん、ちょっとあれだったかな、はい、痛かったかな。そうですね。で8回には加藤の2点タイムリー、うん、センターオーバーの、はい、ねもうこの阪神が多かったんだよ加藤はそうですね。いやいや、まあ、本当ね、うん、30打席20三振ぐらいしてる、うん、ただね昨日かな、はい、ヒット打ってんだよね、うん、あのツーベースかなんか、はい、だからそれがやっぱつながってきたかなっていうようなことで、うんうん、この2点加藤の2点タイムリーっていうのは中日ベンチも考えてなかったと思うんだよ、はい、いやいや打つなんて思ってないから、うん、もうとにかく守ってくれ、ね、盗塁が来たら刺してくれっていうような、はい、まあ、選手だけども、うん、加藤が打ってくれたこの2点タイムリー、うん、これで3対0になったっていうのはすごい大きいよ ね、うん、ずっと1-0で来ててね。そうだね、8回でのこの2点は大きいですね、はい、ただまあ打つことを言ってたけども、うん、まあ、村松のグラブトスで、はい、あのゲッツー取ったりだとかさ、うん、まあ田中美希や、まあ、いつもファインプレーしてるんだけど今日もファインプレーした、うん、あー守りも良かったよね、うんうん、で柳、はい、5回3分の2、まあ、勝ち投手になりました、はい、で78球、4安打4三振、まあ、2四球無失点というね、うん、まあ、交代時にちょっとここで交代するのっていうのがあったけども、うん、まあまあだけど勝てばね、うん、まあまあ良かったなっていうような感じだよ。そうですね、うん、ね、うん、はい、まあ、ということで、まあ、中日もねこれ危ないな、ソフトバンクに危ないなと思ったら、まあ、一つ勝てたからね、ね次へつながったなっていうような感じがするね。そうですね、はい、はい、で続いてヤクルト西武、うん、ね、ヤクルト吉村、はい、小川、高橋奎二、うん、で西武は今井、隅田、菅井、うん、ね、はい、で1試合目4対3、はい、ヤクルト、うん、ね、ちょっと不可解なことがあったんだよねこれ。不可解、あ、これは、うん、今井西武の話でしょうかね、はい、今井8回3分の2、うん、あと1人だよね。そうですね、129球、うん、2安打、はい、10三振、はい、5四球と、まあフォアボールはね、まあ、特徴的に多いピッチャーなんだけども、うん、3失点という、うん、でこれ何が不可解かというと3失点してるという、うん、これあのあと1人、うん、2アウトで、うん、1、2塁になったのかな、フォアボールフォアボールで、うん、で山田のところで交代をするんだけども、うん、まあ誰も今井に合ってるヤクルトの打者はいなかったこの日ね、うん、2安打ですしね。そうだけど山田は特に合ってない、うん、ライトフライ1打席目が、うん、で三振三振できてたんだよね、うん、で2つのフォアボールで山田を迎え、うん、そこでアブレイユを持ってきた、うん、ライト線ツーベースで同点という。そうあのなんで変えたんだろういやあと1人いけなかったかなと思ってさ、うん、いやもう限界だみたいなそんな感じだったらしいんだけど、でも交代時もアブレイユとハイタッチっていうか頼むなみたいな感じで、そんな不快な感じでもなかったんだよ完投したいとか。でアブレイユっていうのはあの貝頭で行くと抑えるんだけど貝の途中で行くとやられるケースっていうのは多いんだよね。だからこの日もかと思って、で10回にはマリアのバントヒットとエラーでまあサヨナラになるんだよね。なんかこうこの9回2アウトからなんか変わってしまった気がしますね、ゲームの行方が。ミスター関東、うん、斉藤正樹というピッチャーが、ね、はい、いるんだけど、はい、さっきは言ってたよ、ここから力は出てくるんだけどなって、うん、疲れてきてるのはわかるけど、あと1人あと2人っていうところからは力が湧いてくるんだけどなってとは言ってたよ、うん、いやだからなんかアクシデントではないと思うんだけどさ、なんて言うんでしょうね、なんかちょっと不可解だったな。でちょっと西武の方で、うん、今井投手もアブレイユ投手もみんななんかちょっと変なことになってしまいましたね。いやなんかみんな嫌な思いだよね。そうですね。それでこれ打点上げてるな人たちでもさ、うん、やっぱこの打点で勝てるとかさいろいろあったと思うんだけども、うん、
っぱちょっとこの交代で全部が水の泡になって最後はもうエラーで負けたっていうことになってくるとさ、うん、みんなが嫌な思いをしちゃったなっていうような感じがするんだよね。これが初戦ですからね。はい、で初戦、うん、で2試合目、7対2ヤクルト、うん、4回栗山の先制2塁打だ、2塁打、うん、ね、栗山はあの4002塁打とかね、うん、まあ、そういうのを記録したんだけども、うん、まあ、しかし6回サンタナタイムリー、オスナのスリーランで、まあ、一挙5点、うん、で8回には武雄がツーランホームランで、まあ、一気に突き放すというね、うん、で小川、6回3分の1、103球、うん、5安打6三振無四球2失点というね、うん、まあ隅田がまあ捕まっちゃったんだけどもさ、うん、なんかこの昨日からのなんか流れが非常に悪いというね、うん、まあそんな感じがするよね、うん、ね、はい、なんかね、なんかね、釈然としないまま次の日を迎え、うん、で今日の3試合目、高橋奎二対菅井3対1、うん、ね、ヤクルト、まあ、2回に丸山タイムリー、はい、3回山田3号ソロホームラン、うん、山田がちょっとずつ上がってきてるね、これの初戦きっかけですか。まあそうだね、うん、まあ、そういうこともあるだろうし、はい、まあ、やっぱりこうヤクルトの浮上は、まあ、ピッチャーだピッチャーだって言われてるけども、うん、まあ、だけどその中で打者で言えばやっぱ鉄人だよね、うん、山田鉄人がこう上がってくるとすごく周りも楽になってくるしさ、うん、だからそういう意味では今日のホームランっていうのはきっかけになるかなっていうような感じがするよね、うん、で8回、はい、まあ、オスナタイムリーということ、うん、ね、でやっぱりヤクルトがこれからちょっと今日勝って4連勝でしょ、うん、あ、ちょっと来るかなっていうのが高橋奎二が勝ったということ、はい、そうですね、7回96球2安打10三振、うんうん、2四球1失点、はい、まあ、1失点するときに四球が絡むんだけどもさ、うんうん、まあまあこれが絡まなくなったらもっとピシャッといけるっていうことだよね、うん、でこれをきっかけにこう安定してくれるといいなということと、はい、まあ、ヤクルトの方は田口がセーブがついたという、そうですね、これはまあ久しぶりだよね、そうですね、うん、だからこの間ね勝ちがつきましたけどね、そうだね、うん、だからまあ勝ちというよりもやっぱこうセーブピッチャーなんで、うん、こうやってセーブがついてくれると、まあ、ヤクルトがこう落ち着いてくるかなっていうような感じがするんだよね、うん、はい、うん、でまだ上位ともさ、うん、そんなに差はないしさ、そうセリーグはね、そうそう混戦状態なので、そうそう、でねヤクルトはね、うん、優勝した時、はい、まあ、真中監督の時だったんだけども、はい、やっぱねオールスターまではそうでもなかったんだよ、うん、でもこうやってね高橋奎二が勝ち出した、田口がセーブを上げる、うん、山田哲人が上がってくるっていう風に、うん、メンバーがだん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 こう自分たちの実力を発揮していくと、うん、これヤクルトは浮上のきっかけになってくるよ。なるほど、あ、だから面白くなってくると思うよね。うん、でヤクルト4連勝、はい、ね、乗ってきました、ね、ただ一方西武、うん、どうしちゃったのみたいな ね、うん、なんか言いようがないんだよね、なかなかね、うん、相変わらずこう難しい試合が続いてますね、まあ、そうだね、うん、はいはい、まあ頑張らないとね、はい、はいはい、続きまして、うん、阪神対楽天、はい、ね、阪神村上大竹西、うん、楽天ポンセ内藤井、はい、ね、うん、はい、まあ、3対1楽天、うん、はい、ね、4回ノーアウト三塁、うん、ね、小畑三振、ああ点が入らないのかなっていう阪神の攻撃だったけども、うん、ワンアウト三塁から森下がまた三塁打、はい、まあ、中野が三塁打で出てるんだけど、うんうん、ノーアウトランナーサード、うん、の三塁打でね、はいはい、で森下が三塁打ワンアウトからね、うん、でタイムリーヒット、はい、ワンアウト三塁から追加点取れずという、うん、まあ、近本糸原、はい、まあ、ここら辺が凡打をして、まあ、取れなかったというね、うん、いうことで、まあ、延長にこの試合は入るんだけども、はい、延長10回楽天は茂木が代打、はい、これ三塁打で勝ち越し、うん、ね、まあ、一塁空いてたんだよ、で茂木と勝負なんだなと思いながら、うん、まあ、
模擬と勝負を下げたら一番大号に回ってくるんだけども、ね、まあ、ね、この時ツーアウト二塁という状況ですよね。そうなんだよ、うん、でまあどっちと勝負をするかっていうのはさ非常に迷ったと思うんだけども、はい、模擬が代打で13打数8安打、うん、6割1分5厘を残してるんだよ、はい、まあ切り札中の切り札と言っていいよね、うん、ランナー一塁ランナー一塁ベースが空いてるところで投入してきた、うん、これも楽天は勝負だったと思うんだけども、うん、これと勝負だったかなって考えると、うん、まあちょっとどうなんだろうね、まあその時の勘でしかないとは思うけどもね、うん、ね、まあそういうことで次の大郷にも打たれて、うん、ね、まあ3対1、まあ初戦を村上を立てて落としました、うん、でポンセも良かったけどもね、はい、はい、で続いて3対2、うん、楽天、はい、大竹もう頑張ったよ、うん、6回3分の2、85球8安打、5三振、無四球、無失点というね、うんうん、この試合、桐敷8回、うん、辰巳に先頭打者で2塁打を打たれ、まあ2対0で勝ってんだよね、うん、この時点では、はい、で内野は、まあ1点やってもいいよっていうような守備体系で、うん、内野ゴロの間に1点を与えるんだよ、はい、で9回、岩崎、うん、ツーアウトからね、うん、ランナー一人置いて5号に3号逆転ツーランという ね、うん、これも外のボールがねもうキャッチャーなんか外目いっぱい構えてんだけどインサイドのホームランボールに行くんだよね岩崎、うん、だからこの8回9回で3失点で逆転をされるというなんかねだから阪神らしくないよねそうですね先発ピッチャーが3失点をして、うん、ね、うん、これを追っかけるっていうのは分かるけど、はい、2点リードしてて、うん、8回9回に逆転をされるっていうのはちょっと阪神の野球にはほど遠いよね、うん、だからちょっとこれは困ったなというね感じがするし、うん、これ4番に近本を置いてるけど、うん、まあノーヒットに終わるんだよね、うん、これね4番に置いてたら近本までおかしくなって、はい、もうガタガタになると思うよチームは、うん、もうこれは元に戻すというかまあそうだねいろいろと今多分試行錯誤しているところなんですか試行錯誤してこれだったら、うん、もっと試行錯誤してほしいなと思うよねもっともっと、うん、でまあとりあえず3試合目ね、うん4対1で楽天、はい、ね、まあ初回に鈴木大地、うん、ね、まあ鈴木大地が打ってるのかね楽天も、はい、まあ4番っていう形にはあんまりはまらないけども、うん、まあ鈴木大地も勝負強いし、うん、まあ今4番を務めてるんだけども、うん、まあ先制タイムリーというね、はい、で3回にはワンアウト3塁から、西野のタイムリーで、まあ、1点を返すんだよね、うんうん、しかし4回西野エナとか、うん、向こうの藤井ピッチャーね、はい、楽天のピッチャーにタイムリーを打たれて、はい、まあ全部で都合4失点をしちゃうんだよ、うんまあ、西のエラーもこの前からちょっと目立つんだよねで投げては藤井、はい、7回3分の1 104球3安打7三振1四球1失点という、うんうん、で阪神は、4安打に抑えられるというね、うんうん、でこれ打てないのは打てないで仕方ない、はい、仕方ないけども何か手を打たなきゃいけない、うんまあ、そしたら手を打ち方っていうのはやっぱ近本1番2番に中野ね、うんで俺森下を上げてきてもいいと思うんだよああ森下を4番でもいいと思うんだよ、うん、ね、うんうん、で森下が一番思い切りいいしさ、うん、この中で見てると、うん、それとサトテルを上げた方がいい、うん、だって西田ってエラーするじゃない、うん、みんなエラーもするじゃないねサトテルだけがエラーしてるわけじゃないよ、うん、ただサトテルはなんか意外性もあるじゃない、うん、で相手にとってみて怖いよ、うん、でサトテルのことを動画で上げたんだけどもさ、うん、こういうコメントが一番多かった、うん、いなくて助かるって阪神ファン以外は、はい、だからやっぱ怖いんだよ、うん、ファンも、うん、もうやってる方がどうか分かんないけども、うん、やってる方も俺は怖いと思うよ、うん、
やっぱ一発があるバッターだから、ね、うん、だから俺はねもう早急に上げた方がいいと思うよ。まあね、調子いい悪い関係なく、うん、もう一発あるクリーンアップ打っててね、うん、なんだ、そしたらさ守らせたくなかったら、うん、ね、DH で使えばいいんだよ、うん、交流戦ですし、交流戦だし、うん、だし、うん、だからねやっぱ手をそうやって打った方がいいかなと思うよね、うん、大山が迷って自らね、うん、ファームに行かせてくれっていうことで、うん、まあ上げる時期っていうのはもう10日間経たないと上げれないからさ、うん、そしたらやっぱサトテル上げた方がいいなと思うね、これだったら、うん、これだけ打てないんだったらやっぱ怖いバッターがいた方がいいよ、ね、と俺は思うけどもね、うん、ねえ、本当この試合なんて楽天も4安打なんですけどね、そうなんだ、やっぱりそういった時ではエラーだったりっていうのが絡んでくるな、絡んできてますけど、ね、うん、DH で普段立たないピッチャーに打たれちゃったりとかさ、うん、まあちょっと流れが悪いな、うんうん、ね、まあでも慌てることはないよね、うん、まだ ね、まあ、ね、そんなに差があるわけじゃないしさ、まだ3位につけてますしね、そうそうそう、うん、だからそんなにねバタバタバタつくことはないと思うけども、はい、いやだけど本当に体勢整えないと、うん、もう追い上げられなくなるよね、うん、はい、でチームの雰囲気も悪くなるし、はい、ということで最後、うん、まあ、DeNA 対オリックス、はい、DeNA、K、うん、ジャクソン、石田、はい、でオリックスはエスピノーザ、うん、田島、高島、はい、ね、1試合目3対1、うん、ね、DeNA、うん、まあ、オースティンが2安打、うん、あ、2安打じゃない、2打点、はい、でそれを引き出したのがね、梶原、うん、で梶原が7回代打で、まあ、2塁打、先頭打者で出ていくんだけども、うん、まあなんていうの、オースティンのバットでホームに帰ってくるという、はい、で、まあ7回にはなんていうのゲッツーの間に、うん、1点をもぎ取るという、はい、まあ梶原っていうのはその打っては長打もあるし、うん、走っては足も速いし、はい、だから非常にいい選手なんだよね。この前日本ハム戦の時から一軍に上がってきて、そうですね、日本ハム戦の時もこう活躍してたけどもさ、うんうん、やっぱポイントになられる選手かなっていうふうに思うよね。なるほど。で、K、うん、6回82球4安打、5三振、2四球、1失点というね、はいはい。で、この試合、K は勝てなかったけども、まあ、ゲームはしっかり作りました。はい、ウィック。うん、来日初勝利ということ、はい、2番手になりましたね、はい、で3対1で勝ってるんだけども、はい、この試合で K が一塁に牽制で悪送球したりだとか、うん、森がポロッとエラーをしたりだとか、うん、ミスがありながらよく勝ったなっていうねまあそういう試合内容だったんだよね、うん、だからもうちょっとピリッとできんかなっていうふうにうん、まあ、思ってたんだよね、はい、で2試合目、うん、2対1オリックス、はい、うん、これエビナの先頭打者ホームランで、まあ、先制、そうでしたね、まあ、しかし5回太田の逆転ツーランのホームラン、うん、まあライトのポール際本当スタジアムはやっぱホームラン出やすいなと思うのがこういうとこだよね、入っちゃうんだみたいな、うん、で逆転、はい、でジャクソンは好投してた、うん、6回88球、うん、5安打5三振2失点、はい、このホームラン1本だけなんだけどもさ、はい、で DeNA の方はねチャンスがいっぱいあるんだよ、うん、いっぱいあるけどものにできないというね、うん、だからまあ初戦のミスっていう風なことを言えばまあミスで勝ったんだけども、はい、この日はなんかバッティングでやっぱこうミスというかさ、うん、チャンスがありながらものにできないというね、うん、まあそういうことでした、はい、で3試合目3対1オリックス、うん、これ石田がね肩の違和感で1回で交代するんだよね、うん、うん、まあ三浦監督も肩っていうははっきり言ってたから、うん、これ長引かなければいいなっていうふうに思うけどもね、なんでしょうね、ね、1回でってちょっと心配、13球しか投げてないですね、まあ、まあそうだね、うん、で DeNA は、うん、まあ新3、4番でいいのかなって思うんだけど、うん、まあ牧が3番、筒香が4番、はい、まあこの2人で先制するんだよね、はい、初回にね、うん、でまあ6回、はい、ね、
牧の冒頭、まあ、エラーから、はい、うん、でピンチを招き西川タイムリー、うん、で8回には先頭打者フォアボールからピンチを招き、はい、西川タイムリー、うん、で9回、ね、徳山、うん、ワイルドピッチで失点、うん、どうこれ聞いてみて どうってちょっと自滅なあいやだからこれだけやっぱねミスが多いと勝てないよ、うん、やっぱなんかいつの間にか負けてました、うん、それと、うん、やっぱこう重量打線重量打線って言われるけども、うん、やっぱ点が取れてないんだよねここのとこね、うん、うん、まあでも点が取れない、うん、でこれだけミスをする、そりゃ勝てんだろうっていうような感じだよね。ね、でダブルプレーも多いしね、うん、だから、まあ、ちょっとなんかこう考えなきゃいけないかなっていうような感じはするけどもね、はい、でオリックスの方は西川が3安打2打点、ねね、非常に上がってきたかなっていうような感じがするね西川が ね、まあセ・リーグにいた選手だからね、うん、まあセ・リーグのピッチャーよく知ってるっていうようなことも言えるけども、うん、でもオリックスの方はこう西川がね上がってくると少し楽になるかなという、うん、まあ、森とかね、まあ、主力があんまり調子が出ないとか、まあ、主力が怪我とか、ね、まあ、いろいろこう離脱者が多いから、うん、まあ、西川がねやっぱりやってくれないと、うん、まあ、困るということだよ ね、 ね、でね、この日ね京山はね3回投げて無失点、うん、まあ、好投するんだよね、はい、まあ、久しぶりだなと思って京山が、うんうん、で京山が投げられるようになるとね、うん、ちょっと厚みが出てくるし、うんうん、まあ、DeNA にとっては、うん、まあ、先発でも使えるし中でも使えるし、うんうん、だから非常に大きな選手が調子を戻してきたなっていうような、はい、まあ、そんな感じがするゲームでした、うん、はい、はい、ということで、まあ、振り返りましたけども、はい、ジャイアンツの状態がやっぱりいいね今ね、うん、それとやっぱ大山、あの大城が帰ってきたりだとか、はい、でホームラン打ったりだとか非常にいい雰囲気で野球をやってるということ、うんうん、ね、でロッテの方は少しちょっと疲労が来てるかなというね、うん、あの11連勝とかしてるんで、なるほど、でカープはちょっと調子を取り戻してきましたまた、うん、だからここからちょっとグッと来るかなっていうような感じがする。今巨人1位、2位は広島で 0.5 ゲーム差なんで、ね、はい、そうそうそう、うんうん、だから広島も、巨人も状態はいいということね、はい、で日本ハムの方はもう戦い方、うん、がもうあれなんで、まあ選手の勢いがあるしね、うん、ひとたびきっかけがつかめるとグッといくよ ね、 ね、うん、中日はよく耐えてるな、耐えてますね、はい、はい、ソフトバンクはこういろんなチームからターゲットにされてるから、うん、大変だとは思うけどもね、ちょっとね怪我人が出たりとかもしてね、はい、でヤクルトはちょっと状態が良くなってきてるよと、うんうん、山田哲人も良くなってきた、田口がセーブを挙げた、うん、高橋奎二が勝った、うん、ね、こう結構来そうな材料が揃ってきたね、うん、はい、で西武ライオンズね、もうなんかきっかけ欲しいな、いろいろね、おかわり君とかさ栗山とかさ、うん、ベテラン頑張ってんだけどな、ね、若手はもうちょっと頑張れ、はい、ね、うん、で阪神ね、雰囲気を変えるためにサトテルを上げてください、お願いします、お願いします、いや本当にサトテル頑張れ、うん、ね、もう上がってきてほら見てみろ俺がやってやるみたいな、ね、そういうところちょっと見せてほしいなと思う、うん、で楽天はやっぱ交流戦に入って非常にいい状態を保ってるね、うん、そうですね、はい、はい、で DeNA はちょっとミスをね少しやっぱ全体的にこうみんな緊張感を持って、うん、あのなくすようにしていこうよ、うん、ね、はい、頑張って、はい、ね、まあ、オリックスは西川、うん、ね、上がってきたよっていうようなこと、はい、はい、ということで勝敗をね、依然パ・リーグの勝ちが先行していますが、まあそうだね、5勝差、うん、まあ、阪神がな、うん、状態が悪いんで多分こういう状態になってると思うよ、うん、あの阪神頑張らないとなかなか ねセ・リーグの足を引っ張ってるような状態になってる、ちょうど真ん中折り返しではこういった状況ですので、そうだね、はい、最初に会ってから引き分けはないのでね、なかなか、だから阪神が3勝ぐらいしておけばさ、うん、今1勝しかしてないでしょ3勝ぐらいって ね、であと4勝しときはさ、うん、多分並んでるんだよね、うん、だからヤクルトはちょっとヤクルト悪いなって言ったら
まあ、西武に3連勝してるしね、うん、うん、だから阪神頑張らないと。でまた今度のカードが、うん、まあセ・リーグ厳しいところもありますが、うん、巨人がオリックス、はい、ヤクルト日本ハム、ヤクルト日本ハム、はい、はい、DeNA ソフトバンク、ちょっと待って、ヤクルト日本ハムね、うん、ということはヤクルトの状態が上がってくるかどうかっていうのは日本ハム戦で多分分かると思うよ、うん、日本ハムやっぱ強いから今年、いや強いですね、だからどういう状態になってくるのか、好きなようにやってますよ、はい、日本ハム、ね、で DeNA ソフトバンク、 DeNA ソフトバンクな、 DeNA これはもう耐え時ですか、 DeNA は耐え時だな、うん、はい、中日楽天、中日楽天楽天気がありますよ、まあでもね、中日はねどことやっても接戦やってるから、うん、だからまあきっかけをねポッとどっちがを掴むかだよね、うん、はい、そしてここは阪神西武、阪神西武ここで勝たないとさ、いやお互い悪いけど、ね、うん、お互いがこうきっかけをつかまないとさ、うん、大変なことになるな、そうなんですよね、はい、広島ロッテ、広島ロッテな、うん、まあ広島の方が勢いがある今は ね、まあ、まあロッテがどういうふうに戦いをしてくるかね、うん、位置的にはね、はい、もう両方2位同士のチームなんで ね負けれないよね、そうですね、はい、っていうようなことになっています。次はまたセリーグのルールというか、そうだね、セリーグのホームチームということになりますので、まあ、セリーグはね外の球場が多いでしょう、うん、ね、うん、で雨は多分大丈夫だと思うんだけども、気温が上がってくるらしいな、来週、うん、来週とか明日から、ああ、うん、だからまあちょっと ね、まあ、ねバテないように、ナイター、土日があるからデーゲームがあるんですね、これは土日は全部デーゲームなので、はい、そこですね、そうだな、体調壊さないようにね、うん、本当ですね、体調もね、はい、気をつけて、はい、見に行く人も気をつけて、そうだね、はい、熱中症にならないように、そうですね、ね、頑張ってください、はい、はい、はい。